はい、皆さんこんにちは。本日はね、足利市民プラザに来てます。栃木県です。足利市です。で、本日ね、足利市民プラザに来た理由は、はい、これです。第2回足利狂言満作満載の会というわけでね、これに来ました。演目はね、数毛と牛盗人ってことになってます。で、本日ね、この足利狂言なんですが、満作満載の会の前に午前中にワークショップがあったんですよね。その時にね、なんだっけ、柿山節っていう、柿山節っていう狂言を、その、満作さんのお弟子さんにあたる人かな、その人がね、解説して、で、さらにね、お弟子さんたちがその柿山節を演じて、もう一回それをね、後でまたね、その解説してくれるっていうことをやってくれました。で、それをね、午前中に1時間やって、そして2時から改めて満作満載の会ということでね、で、こうなって、この結構ね、パンフレットもね、すごいんですよ。こんな豪華で、結構こうやって、狂言についてのことをね、こう説明されてるんですよね。こういうのがついてますと、狂言の説明が書いてあるこのね、パンフレットがついてます。そして本日数毛の方の大名に野村萬斎さんが出て、で、牛盗人の方の三郎って言ってたんで、まあ三郎ですよね。なんか藤子三郎っていうのかな、よくわかんないけど、牛盗人の方の三郎役を野村萬作さんがやられましたね。野村萬作さんはね、野村萬斎さんの お父上で、お父さんで人間国宝ですね。もう人間国宝ですよ。すごいよね。で、まあ息子はね、野村萬斎さんということで、テレビドラマとか映画で活躍されてる俳優さんですね。あとね、息子さんの、野村萬斎さんの息子さんの野村祐希さんも出ているということで。他にもね、こういった方々が出てます。で、この数毛っていうのはね、またなんか独特な話で、なんか大名が新しい召使いを欲しいって言うんで、で、その自分のなんだろう、部下かなんかにね、一人探してこいって言うんで、探しに行かせるわけですよ。そしたらね、そこにね、可能性が人間になっているんですね。それを、その可能性が人間になりすましているのを、そのね、大名の部下がね、見つけてきちゃうんですよ。で、連れて帰って新しい召使いということで、連れてくるんだけど、このね、新しい部下である可能性は、なんかね、相撲が得意だってことで、で、相手がいないので自分がやるっていう大名が言い出して、で、2人でこのね、相撲を取るんだけど、蚊の方はね、そのストローっていうかね、吸い出す口あるじゃないですか。あれで大名から血を吸ってね、大名の方がクラクラしちゃうわけですね。だけど、それで正体が分かった大名は倒す秘策を使うということでね、なかなかね、これはもう動きがこっぴなんですよ。なんだって相手は蚊ですからね。そんな感じになってます。で、牛盗人っていうのは、これちょっとね、めんどくさいっていうかね、ちょっと難しいね。牛が盗まれたのに、その牛の盗っ人を捕らえ、その牛の盗っ人の証言とした息子がいるんだけど、その少年とそのね、盗っ人がね、親子であり、それをね、陳謝を願うっていうね、そういったドラマになってます。なかなかね、ちょっとね、まあ、笑いどころあるってあるんだけど、結構ね、重たい話になってますよね。まあ、そんなわけで、いろいろ笑える話があったので、なかなか面白い狂言になってます。まあ、そんなわけでね、狂言。狂言はね、能とは違って、喜劇なんですよね。基本喜劇なので、そこまで難しくないかな。まあ、見ればね、なんとなく面白さがわかるっていう感じになってます。伝芸能でね。なので、まあ、狂言、まあ、能はちょっと難しいので、そうですね、狂言から見るのがいいんじゃないかなと思います。まあ、ましてはね、野村萬斎さんなんていうのは、ほら、もう有名な俳優だし、クモンの CM とかも出てたじゃないですか。まあ、そんな有名な人なんで、まあ、野村萬斎さんが来るタイミングであれば、ちょっと覗いてみるのもいいんではないでしょうか。そうすることによってね、まあ、新しく狂言っていうものも知ることもできるし、新しい文化、日本の文化っていうことはね、知ることもできるので、いい機会だと思います。はい、そんなわけで本日は簡単ですが、第2回足利狂言、満作満載の会を見に行ったということでした。演目はね、数毛と牛盗人ということで、
で、あとね、午前中にワークショップの方で柿山節をやりましたということで、柿山節の方でね、いろいろ教えてもらったんだけど、ね、これが終わると忘れちゃうんでしょうとか言ったんだけど、本当に忘れちゃったからね。なんだっけ、なんか柿の食い方を習ったんだよな。こうやって時計と反対回りとかなんとかで食って、うまいとかいう、そんなのを習いましたということでね。ちょっとね、やっぱね、目もすぐいいだね。やっぱね、終わると忘れちゃうわ。というわけで、本日は、足利行を見に行ったということで、足利市民プラザにやってきました。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた、お疲れ様です。では。